今日なんか晴れちゃいましたね。晴れてます。頭一個乗っかんだけどな、雨降ってると。何ですか。面白いじゃん。面白いじゃん。やって成果。もう撮らせよ。ちょっといい感じに撮って。何です、何だ、え、アジサイをインサート撮って。インサートを撮って。おお、あ、静香さんが映っちゃうんだよな。A4 すごい綺麗だったのに。それ使うかね。はい、使う感じで。お任せあれ。そう撮っちゃねえんだ。なんでこう前を撮るんだろう。こう行ってましたね、今ね。こう行ったら床しか撮れてないくらい。やって成果。小耳に挟んだんですけれども、はい、紅茶がお好きと聞いたので、はい、ぜひ何が入っているかちょっと当ててみていただけたらなと思うんですけれども。すごい美味しいんですけど、ちょっと待って、まだだから研ぎ澄まされてないんです今日。結構尺パンパンなんで、そんな尺食えないんでさらっといっちゃって。やって成果。すごい腹立つ自分で。でもちょっと見てみてください、なんかちょっと我ながらちょっとなんか腹立つって見てみてください。なんかイラッとするな。なんでだろ だろう。自撮りはイラッとするな。分かった、分かりました。パフェをシャンパン持ちしてるから。ちょっとイラッとするパターンです。自撮りになるといきなりパスタ持ってる人にしか見えないですけど。めっちゃイラッとしますよ。なんでこれいいかな。やって成果。今日ロケしてと思ったんですけど、はい、めちゃめちゃ知名度上がってますよ。絶対そうです。いやだってそうおっしゃってますけど、耳にスターの。そんなスターなイヤリングってあります。確かに一つ星しかない。一番星。いい感じですよね。だって街行く人みんな、いや絶対そんなことないですって。お嫁さんだ。ちょっと石塚さんだと信じられないけど。なんでよ。俺まあまあちゃんとしてるでしょ。悪いけど。意外と、はい、はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。以上です。